松阪市の将来を市民と市長が意見交換する松阪市の未来を語る会が7月28日松阪公民館で行われました。松阪市の未来を語る会は令和6年度から9年度までの総合計画の策定に向け、松阪市が目指す将来像や行政と共同できることなどを市民と滝上市長が語り合うことを目的に開かれ、11人が参加しました。最初に滝上市長が挨拶で、今回で3回目になりますが、1回目2回目は地域のブロック単位でやりましたところ、自治会長の皆さん方が集まって、圧倒的に男性が多い、年齢層も高齢者が多かったです。今回は幅広い人に参加してもらえるように、いろんな時間帯といろんな曜日にしましたと思いを伝えました。バラバラにしまして、総合計画にこういうことが書いてあるって。続いて総合計画の内容を紹介するため、松阪市の将来人口の推移や市民意識調査の結果、政策の7つの柱などを竹上市長が参加者に伝えました。松阪市の人口はこれ増えるはずがない。10年後の目指す姿、オール松阪で応援、子ども真ん中の街。次に参加者との意見交換が行われ、各集会場への増改築の補助予算を増やしてほしい、ベルファームの閉園時間の延長と休みをなくしてほしい、巣ごもり教室で高校生にもカウンセリングをやってほしい、若い世代が子育てしやすい環境づくりなど多くの意見が出ました。もうカウンセリングを受けるように良いことにしていただきたいです。そういう若い世代が子育てしやすい環境づくり、松阪市の未来を語る会は8月中に市内7カ所で開催される予定です。あらゆる相談ごとにまずはこう答えられるっていうんですかね。はい、市長と意見交換できる貴重な機会です。ぜひご参加ください。